でも見ちゃおずるい、私も見ます。あ、ランドセル背負ってる。こっちは運動会ね。端っこばかりに映ってるわね。でも可愛い。この男の子がチャンピオンになったなんて信じられないな。驚きですよね。何仲良くなってんのよ。二人とも減点だからね。一歩さんってリング上だとものすごく凛々しいのに普段は可愛いんですよね。そういうギャップって女にとってたまらない魅力なのよね。そうですよね。ななこちゃんは元気で可愛いし、マリさんは大人っぽくて素敵だし、どうしよう、私すごいハンデある。なんか二人とも一歩くんの部屋来たの初めてみたいね。それが何か？つまりまだ誰もそういう関係になっていないというわけね。え？練習も試合もすごく近い位置で見てきて、あくまで取材だから距離を取っていたつもりだけど、ボクサーとしての幕の内一歩、男性としての幕の内一歩、どちらの取材をしているのか距離感が曖昧になってきた。最近そう感じるの。帰れと、そう聞こえますけど。なるほど、美味しいところ独り占めね。そういう意味じゃなくて。